こんにちは。新州読書会の宮沢です。今日はですね、魯迅という作家さんの書いた今イチっていうですね、短編小説がありますんで、そちらを読み上げてご紹介したいと思います。私これ読んでちょっと、感動したっていうかね、ちょっと胸がキュンとなりましたんで、つたない朗読ですけども、お付き合いください。これテキストは岩波文庫版の秋雨聖伝狂人日記に入ってます。秋雨聖伝は今日2017年の11月23日なんですけども、明日読書会で課題図書にしてんで、私もさっき久々に読み直したんですけども、いろいろ思うところあります。すげえ作品だなと思いましたけども、じゃあついでにね、他の作品も読んでみようと思って、今日と故郷っていうのもね、読んだんですけど、なんかすげえいい作品でした。じゃあ早速読み上げていきたいと思います。短いんですぐ読み終わると思います。今日、ルーチェンでは酒屋の構えがよそと違っている。往来に面して金差し型の大きなカウンターがあり、カウンターの内側にはいつでも燗ができるように湯が用意してある。労務者たちが昼から夕方の仕事を終えた後、銅銭を4枚出して酒を1杯買い、これは20年以上も昔の話。今では1杯が銅銭10枚はするだろう。カウンターに持たれて立ったまま熱いところを引っ掛けて息を入れる。もう1枚奮発すれば塩タケノコかウイキョウ豆が一皿出てつまみになる。もし銅銭十数枚出せば肉料理が一品買える。しかし、ここへ来る客種は仕事着のものが多いから、そんな贅沢な真似はめったにしない。長い衣を着た者だけが店隣の部屋へ行き、酒や料理をあつらえてゆっくり腰を落ち着けて飲むのである。私は12歳の時からチェンの外れにあるシェンホン酒屋の小僧に入った。主人が言うには、お前は見るからに気が利かないから乗客の給仕は務まる前、表の方を手伝うようにと。表の仕事着の客は確かに気は置けないが、しつこい分からず屋も少なくなかった。ともすると、亀から酒を継ぐところを自分の目で確かめた上、缶壺の底に水がないか見分し、さらにそれを湯につけるまで見届けないことには安心できない始末である。こんなに厳重に監督されたのでは、水を割るのも並大抵ではない。そこで4、5日すると、主人は私が仕事に不向きだとまたも言った。幸い世話をしてくれた人の顔が良かったので、お払い箱にはならず、お情けで看板だけの、看板というのは厚漢の番ですね、張り合いのない役目に移された。それからというもの、私は一日中カウンターの内側にいて、自分の役目に精を出した。この役目はどうやら務まったが、何しろ単調で退屈だった。主人は仏頂面、客はむっつり。これでは陽気にはなれない。ただ、今イチが来た時だけは笑い声が出た。それで今でも覚えている。今イチはただ一人、立ち飲み仲間で、弔意を着ていた。背が恐ろしく高く、顔が青白くて、シワの間によく生傷の跡があった。ごまひげの顎ひげをぼうぼうに生やしていた。着ているのは長衣に違いなかったが、汚れてボロボロになっていて、まるで10年以上も繕ったり洗ったりしたことがない風だった。人と話すときには二言目には、なりけりあらんや、なので、相手はちんぷん、かんぷんである。彼はこんという姓なので、人が、手習い増資の上大臣今イチというわけのわからぬような文句から取って、彼に今イチというあだ名をつけたのである。今イチはが店へ顔を出すと、一杯やっていた連中がみんなでからかう。一人が、今イチ、お前の顔にまた新しい傷が増えたなと声をかける。今イチは相手にならず、乗馬の方へ2杯つけてくれ、それから豆を一皿、そして銅銭を9枚並べる。連中はまたわざと大きな声で、お前きっとまた人のものを盗んだなと怒鳴る。今一は目を向いて、
なんでそんなありもしないことを言って人に濡れ衣を。濡れ衣が聞いて呆れら。おら、おとといこの目で見たんだぞ。お前が宝家の本を盗んでさ、吊るされて打たれるところをな。すると今一は顔を真っ赤にして、額に青筋を何本も立てて抗弁する。拙者は盗みとは申せん。拙者はな、読書人の技、盗みと申せるか。その後、君子元より急須とか何とかであらんやと難しい話になる。そこで一同どっと笑い焦げて、店の内外に快活な空気があふれる。中ですけども、拙者っていうのは、盗み読みってことですね。立ち読みみたいなもんだと思いますけど、本を盗んだ意味なのか立ち読みなのかちょっとわかんないんですけども、盗み読みとか立ち読みっていうのは読書人の技だということですね。で、続きです。人が陰で噂しているのを聞くと、今一は元は学問をした人間なのである。ところが、いくらもがいても秀才の試験には受からなかったし、また商人にもなれなかった。そこでだんだん貧乏になって、ご時期をせんばかりに落ちぶれてしまった。幸い手がよく書けたので、人に頼まれて書物を必書し、カツカツその日の糧に変えていた。ところが、惜しいかな、飲んだくれの怠け者という悪い癖があった。仕事を始めて何日も経たぬうちに、本人はおろか、書物や紙や綴りまで揃って行方不明になってしまう。それが度重なると、もう筆者を依頼する者もなくなった。仕方なしに今一はたまに盗みの出来心の一つも起こすようになった。もっとも、私たちの店では彼は人並み以上に几帳面で、支払いを滞らせることはなかった。たまに持ち合わせがなくて黒板に記帳されても、一月経たぬうちに勘定が貼られて、黒板から今一位という名前が消えるのが常だった。今一位は半杯ほど飲むと、さっき赤らめた顔が次第に元の色に戻る。するとそばの男がまた口を出す。今一位、お前本当に字がわかるのかい？今一位は相手の顔を眺めて、口を聞くのも大人げないというふうを見せる。すると今度は、お前どうして秀才の卵にもなれなかったんだいと追い打ちをかける。それを聞くと、今一はいっぺんにしおれてそわそわしだす。顔がさっと曇って、口の中で何やらブツブツ言うが、今度はまるきり、なりけりやらんや蝶だから何を言ってるのかわからない。この時とばかりみんなでどっと笑う。店の内外に快活な空気があふれる。そんな時、私も仲間になって一緒に笑うのだが、主人は決して叱りはしない。叱るどころか、主人は今一の顔を見ると、いつも自分の方から話を持ちかけてみんなを笑わすのだ。今一の方でもこの連中とは話にならぬと心得ていて、子供を相手にする。ある時など、私に向かって、字を習ったかねと話しかけてきた。私がかすかにうなずいて見せると、彼は、習った？では試験してやろう。ういきょうまめのういの字はどう書くかね。私は、こじき同然の男が私の試験をするなんてと思ったものだから、そっぽを向いて相手にならなかった。今一はしばらく待ってから、親切な口調で、書けないかな、教えてやるから覚えておくんだよ。こんな字は覚えておく方がいい。今に自分で店を持った時、帳面につけるのにいるからね。私は密かに考えた。自分の店を持つなんてとんでもない話だ。それに私たちの主人は、ういきょう豆を帳面につけたりはしない。おかしいやら、うるさいやらで、私は吐き出すように、教えてなんかもらいたくないよ。草冠の下に、一回二回の回じゃないか、と言ってやった。今一はすっかり上機嫌になって、二本の指先の長い爪でカウンターを弾きながら、首をうなずかせて、そうだそうだ、回という字には四通りの書き方があるが、知ってるかな。私はうるさくてたまらず、口をたからせて遠くへ離れてしまった。今一は、爪を酒に浸して、カウンターの上に字を書こうとしていたが、私がさっぱり乗り気でないものだから、残念でならぬというふうに短促して見せるのであった。近所の子供たちが笑い声を聞きつけて見物に集まってくることもしばしばあった。子供たちが今一を取り囲むと、彼は子供たちにういきょう豆をくれてやる。一人一粒である。子供たちは豆を食べてしまっても立ち去らずに、目をじっと皿の方へ向けている。今一は慌てる。5本の指を広げて皿を覆い隠して、
腰をかがめて、もうないよ。いくらもないんだよ。それから、また腰を伸ばして豆を覗いてみて。首を振りながら、もうない、もうない。大からんや、大からざるなり。そうすると子供の一群は、わーっと笑い声を立てて散っていくのであった。今日はこのように人々を愉快にさせた。しかし彼がいないからといって、他の連中がどうということはなかった。ある日確か中秋節の2、3日前のこと、主人はゆるゆる節気の勘定にかかっていたが、五分番を下ろすとふと、今日はしばらく来ないな、まだ19枚貸しがあると言った。言われて気がついてみると確かに今日はしばらく姿を見せなかった。酒を飲んでいた客の一人が、来られるもんか、足を折ったんだもの。ほう、と主人。やつ、相変わらず、レコさ。今度は、よっぽどどうかしてたんだな。人もあろうに、帝巨人の家のものをくすねやがった。あの家のものが盗めるかって言うんだ。それからどうなったね。どうなったと、詫び状を書かされてさ、それからお仕置きさ。夜中過ぎまで撃たれてしまいに足を折りやがった。それから足を折りやがった。折られてどうした？どうした？知るもんか。死んだんだろうさ。主人はもうそれ以上は聞かず、またゆるゆると帳付けにかかった。中秋節が過ぎると、秋風は日増しに寒くなって、あっという間に冬の訪れである。私は一日中火のそばにいるくせに、それでも麺入れを着ずにはいられなかった。ある日の午後、たまたま客が一人もいないので、私は目をつむってじっとしていた。と、不意に、一杯つけてくれ、という声が聞こえた。その声はごく低いが、耳慣れた声だった。目を開けてみたが誰もいない。立ち上がって外の方を眺めた。するとカウンターの下で、今一位が入り口の敷居に向かって腰を下ろしていた。その顔は黒ずみ、痩せて見る影もなかった。ボロボロの合わせを着て、あぐらをかき、下にむしろを引いて、それを荒縄で肩に吊るしていた。私を見ると、重ねて、一杯つけてくれ、と言った。主人も首を伸ばして、今一位かい、まだ19枚貸しだよ、と言った。今一位はひどくしょげて、上を見上げながら、そりゃ、この次勘定する。今日は現金だ。酒は、上手の方。主人はいつもの調子で笑いながら、今一お前またやったな。しかし彼はこの時は大して弁解もせず、ただ一言、冗談言っちゃいけない。冗談だもんか、やらなかったら足を折るわけがないじゃないか。今一は低い声で、転んだんだ。転んで、その目はもう何も言ってくれるなと主人に懇願しているようであった。その頃にはもう何人か客が集まっていて、主人と一緒になって笑った。私は酒の勘をして持って行って、敷居の上に置いてやった。彼は破れたポケットから銅線4枚出して、私の手へ渡した。見ると彼の手は泥だらけだった。彼はその手を使っていざってきたのだ。やがて酒を飲み終わると、あたりの人の笑い声に送られて、また手でいざりながらそろそろと立ち去るのであった。それからというもの、またしばらく今一を見かけなかった。年末が来て主人は黒板を下ろして、今一はまだ19枚貸しだと言った。次の年の端午の節句の時も、やはり今一はまだ19枚貸しだと言った。だが中秋節の時はもう言わなかった。もう一度年末になっても彼は姿を見せなかった。それから今まで私はついぞ彼を見かけない。多分婚姻一位は死んだに違いない。1919年3月の作です。ということでした。まあ、労働がここまでなんで、あとは私の雑談ですんで、まあ、ここで聞くのをやめていただく方は、最後まで聞いていただいてありがとうございました。この作品は、私読んだ時に、まあ、角打ちってやつですね。日本でもありますけど、酒屋でね、立ち飲み屋ってことですね。立ち飲み屋の話なんですね、これね。ということですね。で、立ち飲み屋に今一っていう人がいて、まあ、この人は、
なんか日本でいうと司法試験とか公務員試験に何度も落ちてるみたいな人ですね。なんですけども、まあそこで酒を飲みに来ると、立ち飲みに酒を飲みに来て、飲んでる常連客だったと。ただなんかみんなによくからかわれて、なんか難しい話して、なんかまあ主人に好かれてたってことですね、ここの酒屋の。ということです。で、まあそのなんていうんですか、司法試験とか公務員試験を受けるぐらいだから、まあ字が読めると、まあ学があるっていうか、ある程度読書とかできるわけですね。だけども、試験に受からないと。なおかつ商売の才能もないと。で、どんどん貧乏になって、で、まあ人に頼まれて、まあなんか代書みたいなのやってたわけですね。まあ文字を書ける人が、まあ、中国もこの頃は少なかったと思うんで、多分識字率20%とか30%ですから、まあ書ける人は珍しいってことですね。だからそういう仕事をやってたけど、まあもともと怠け者で酒が好きだから、必勝の代書の仕事を得ても、まあ守れないと。そのうち頼む人がいなくなって、まあ生活に窮して、物を盗むようになったってことですね。まあ要するに、その読書人階級の人が物を盗んで生きるようになってしまったってことですね。で、結局見つかって、まあ天員巨人というのは、だから、まあどっか高級官僚の家に、高級役人の家に盗みに入って見つかって、まあどういう形で盗みに入ったかは分かんないですけども、まあ足を折られたと。いう噂を聞いたと。そしたら、足の折れた本意次が這って角打ちに来たってことですね。で、一杯飲んで帰ってったと。で、手を見たらもう泥だらけだから、這ってきたんだってことが分かったと。で、また這っていざって帰ってったってことですね。いざるってことは、もうこれ差別用語ですからね、テレビでも聞かないですけど、という話です。で、結局彼はそれ以来姿を見せずに、まあ、店の賭けは、そのうち黒板から消えてしまったと。いう話ですね。というかってことなんですけども。まあ、なんていうか、自分の未来を感じましたけどね。なんかね、子供に字を教えるんですね。このね、熱燗の番をしてる子供に、一生懸命字が書けた方がいいと。自分で店を持った時に役に立つからって言ってね、字を書いて、で、爪に酒を浸してカウンターの上に字を書こうとして、でも教えてるね、この語り手の子供が全然乗り気じゃないから、残念でならないって顔をしたっていうことですね。ここがね、すごい切なかったですね。まあ、ある程度字が書けても、まあ、学識があっても試験に受からなきゃなんでもないってことですね。本が読めても、物が上がって、でも無職なら何でもないってことだ っていうことですよ。こんな悲しい話。なんかね、俺も今一だなって思いましたけどね。いつかね、その辺で 足折られてね、なんかいざって、なんかね、牛丼屋かなんかあられるとかね、帰ってったみたいなね。なるほど。なんか、想像したらちょっとゾッとしたっていう投げの話なんですけども。なんかこれ悲しい話だなと思いましたね。悲しいけどこれ、なんていうか、懇意地みたいな人が世の中にはたくさんいるってことですね。だから、なんか読書人階級って言葉ありますけども、これ中国の言葉なんですね。で、中国にもたくさん読書してるけど、全然もう、盗みをしなきゃ生きていけないような人が、魯迅先生の時代にもいたと。まあ今もいるのかもしれないですけど。まあ、そう、さりとて教育者になるわけでもないと。で、子供に一から字を教えるぐらいしか、できないみたいなね。学習塾経営してるみたいなね。なんか、学習塾経営して暮らしてる元左翼活動家の末路みたいな。
なんかそんな感じになりましたけどね。まあ、なことでした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。